Hey guys! 皆さんこんにちは、靴修理ラジアンの杉浦です。今回はね、ちょっといつもと後ろの場所が、撮影場所がちょっと違うんですけれども、作業場所からスタートしています。今回修理を紹介していくのはこちら。こんな感じのレッドウィングのエンジニアブーツ、型番で言うとですね、8258っていうモデルになります。100周年モデルみたいですね。タグがね、ちょっといつもと変わった感じの、こんな感じのタグがついています。こちらの靴底の交換をご依頼いただいておりますので、そちらの様子を紹介していきたいと思うんですけれども、前回紹介したレッドウィングのプレントゥーのモデル、黒のプレントゥーのモデルを作芯を抜いてフラットボックスにしてみようかなんていうところを紹介したと思うんですけど、今回もねこんな感じで、つま先がねエンジニアブーツなんですけど、鉄芯がスチールトゥーがね見えちゃうまでこれ履き込まれてるんですよね。こちらのお客様は靴底の交換、現在こんな感じで、もう靴底はね剥がれちゃってたんですけど、こんな感じで元はこんな感じの、まあごくごくよく見るようなレッドウィングのエンジニアブーツの靴底ついていたんですけども、こちらの交換とついでにこれをなんとかならないかなということでご相談いただいております。いくつか提案させていただいたんですけど、今回はね前回と同じようにこの先芯、鉄芯を取り除いてこんな方法でもやりますよということで、今回こちらにキャップトゥーを取り付けて穴を隠してあげて、なおかつ見た目もちょっと純正の時と変わってという風なカスタム、修理というかカスタムをやっていきたいと思います。エンジニアブーツでねキャップトゥーのモデルってなんか確かありましたよね。アイアンスミスでしたっけね、アイアンレンジのエンジニアブーツと兄弟みたいなやつ。それでは今回もね靴底の交換だけじゃなくて、鉄芯を取り除いてキャップトゥーっていう作業もありますので、通常のねゴーソール交換動画なんかよりもボリュームがあるので、もしかしたら撮影の都合、編集の都合で2回になっちゃうかもしれないんですけども、作業の方しっかりと進めていって、かっこいいブーツにリペアしていきたいと思います。それでは作業進めていきますね。今回はねもうこんな感じで靴底剥がれてコルクも外しちゃっているので、まず最初にするべきことはウェルトですね。ウェルトを外して、今回はリウェルトせず、このリウェルトをね再利用するので、ここの部分だけ、鉄芯を取り除ける部分だけウェルトを外していくところからスタートしていきたいと思います。それでは作業に入っていきたいと思いますね。まずはエンジニアブーツの状態を確認してもらいましょう。こんな感じでね、鉄芯スチールトゥーがむき出しになっちゃっています。まあこれもこれでかっこいいんですけど、今回は保護してあげますね。靴底はこんな感じになってます。ではウェルトを取り外していきたいと思います。今回はねウェルトを全交換ではなくてね、部分的に取り外して再利用なので、こんな感じでグッと持ち上げてねウェルトを取り外していきます。ウェルトはこんな感じで横方向に縫い付けてあります。ウェルトをグッと持ち上げると奥側にね糸目が見えるので、持ち上げて刃物で切っていきます。ウェルトやアッパーの革をね傷つけないように慎重にちょこちょこちょこと切っていきます。こんな感じにウェルトが取り外しできました。確認するとアッパーもウェルトの方もね傷ついてなく取り外しができました。それでは次にアッパーをねめくり上げてスチールトゥーの取り外しですね。マイナスドライバーなどでこんな感じでアッ
パー表側と裏側のライニングをね、中にねスチールトゥーが見えてきましたね。靴を組み立てる際に取り付けられた接着剤の残りだったりがいっぱい付着しているので、これをきれいに掃除してあげます。それではスチールトゥーを取り外していきたいと思います。結構ねがっちりと接着剤で取り付けられているので簡単に外れないんですよね。こんな風にマイナスドライバーで接着剤を取り外していきます。もう結構がっちりと接着剤効いてます。2の下には、芯材が入っていましたね。取り外したスチール2はこんな感じのものが使われています。結構ね厚めの鉄が使われていますね。エンジニアブーツの鉄芯どんなものが入っているんだろうって興味ある方もいらっしゃるんじゃないですかね。スチール2が取り外せたので次に作業するのは、まずここのね中底と裏側、表側ではなくて裏側、ライニングがパカパカとなったままだと作業しづらいので、中底とライニングだけこんな感じで縫い付けて固定しておきます。これはね人によって先に吊り込んじゃう人もいるかもしれないですけど、僕はこんな感じでライニングだけまず軽く細い糸でね縫い付けておきます。ライニングの固定ができたら次表側のねこの穴をやっぱり塞いでおいてあげたいので革パッチを取り付けていきます。薄くすいてね、端が0ミリ段差ができないように端をすいてあげた革パッチをこんな感じで当てていきます。裏と表両方から補強してあげます。まあこの後キャップトゥーをつけるのでね革パッチしてあげなくてもいいんですけど、まあ一応ね革パッチしておいてあげた方がいいかなというところで、ハンマーで叩いて鳴らしてあげます。キャップトゥーはねこんな感じのパーツを使っていきます。
反対側のね足がこんな風に取り付けられています。こんな風に完成イメージはこんな感じで、それでは接着剤で貼り付けたものをミシンで縫い付けてしっかりと固定していきますね。ミシンでアッパーとキャップトゥーを縫い付け終わったら、吊り込みという作業をして元に戻していきます。スチールトゥーを抜いたのでね、元の位置に収まるんじゃなくてね、余り側が出てしまうんですよね。中の空間がなくなったので、ワニという工具を使って引っ張り込んで吊り込んでいきます。吊り込みはね、接着剤と接着剤も使いますが、釘でこんな感じで固定していきます。こんな感じにね、まとめるとこんな感じになります。はい、それでは今回の動画はここまでになります。現在ね、エンジニアブーツはどうなっているのかというとですね、こんな感じで、擦り込みが完了してね、綺麗に丸く元の形状にまとめられています。靴底もね、こんな感じになってますよ。まあほぼほぼ元通りですね、こんな感じになっています。このあと次回の動画では、このベルト、こちらを元に戻してすくい縫いですね、すくいにウェルティングをしてあげて、そこまでしてあげればいつもの靴底を取り付ける作業に戻れるので、次回ではもう完成までバババババッと一気に進めていきたいと思いますね。こんな感じでいつもね、革靴だったりブーツ、こういう枠靴だったりスニーカーだったりの修理している様子やカスタムしている様子を動画で配信しています。愛知県というお店はね、愛知県豊橋市で靴修理店をやっています。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。いつも見ていただいてくれている方ありがとうございます。もしよかったら動画にグッドボタンや、まだチャンネル登録してない方、チャンネル登録よろしくお願いします。最近コロナウイルスとかね、インフルエンザとか2月でめっちゃ寒いので、皆さん体調いかがですか。僕もね、体調崩しそうになりながら鼻水すすったりして、頑張っております。この時期ね、靴修理店は忙しい時期なので、動画の更新とか遅くなっちゃうこともあるんですけれども、定期的にね更新していきますので、また見ていただけたらなと思っております。それでは次回もお楽しみに。ラジアンスギラでした。